Hello, my name is Ken. How are you? My name is my man. 最近どうなの？貯金はまあほぼない。貯金ほぼないの？今。もうゼロだよほぼ。そんなくつまんない話は置いといて、最近さ、足の小指折れたんだよ。え、ガチで言ってるそれ？あ、トイレのドアにぶつけて足の小指折れちゃった。は？いや折れちゃったですまんって。折れちゃった。動かないのそれとも？動かない。は？笑い話じゃねえって本当に。やばいって。やばいって。クソ痛くねえじゃん、そうぶつけた時。痛いよ。俺思い出すわ、なんかさ、ビビンチ行った時に前も指やってなかったっけ、足の。やってたわ。あれマジで、腹股煮えくり返るぐらい痛かった。え、そのレベルじゃないってことでしょ？そのレベルじゃない。全部行った。え、治るのそれ。病院行ったんだけど、ワンチャン、小指切除って言われた。ええでも足の小指だからいいかなって。いやダメだろ、ヤクザ足盤みたいになる。ヤクザ足盤で生きていこうかなって。どう？いや何どうって無理だろ、滑稽とか言えねえよそれ。気をつけて。怖っ。あっけねえや、もう俺ただでさえバカでアホなんだからさ。ちょっと小指だけ緩衝材巻いておこうか。最近鼻くそほじってる？あ、結構ほじってる。ほじるだろそりゃ。どれぐらいほじってる？1日に1回は絶対ほじってるかも。なんか目標あんの？鼻くそほじりで。いかにほじりすぎると鼻がどんどんでかくなっちゃうから、いかにねそれを抑えつつほじれるかっていうのはちょっと目指してますね。やっぱり小指とかでほじったりしてんの？小指折れちゃうってそれやったらそれやばい。何？じゃあ普通に親指でほじってんの？親指。おお、大きくなるって、それは。何指でほじてんの、じゃあ。え、なん、日によって違うかもね。日によって違うとかある？いや、基本人差し指だけど。何指なの、たまに。たまに、中指かな。いや、そりゃでかくなるわ。中指なんて太いやん。そうか。親指の次ぐらいに太いやん。ああ、確かに。中指。中指良くないな。中指鼻ほじんな。最近白い鼻くそ出てくるんだよね。え？病気だろ。大丈夫それ。浴びてないかな、なんか。だから、でもその、鼻水が固まりきってないと、白いのかもしれない。しかも大量に。終わってる。ちゃんと病院行った方がいい。そう。何色？鼻くそいつも。大体ちょっと黄色がかってるかもしれない。汚ねえ。汚ねえ話すんなよ。いや、ごめんなさい。最近何食ってんの？だから限界生活だから本当にカップヌードルとか、そもそもね、1日1食が当たり前になってくる。1日1食？マジ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 。お前骨になるぞ。白い鼻くそ出てきちゃう。そういえばさ、冷蔵庫爆発したさ。え？ごめん、お菓子情報硬すぎる。それはガチ？え、ガチガチガチ。何？どういうこと？俺もわかんない。当たり一面焦げてた。は？気をつけて、冷蔵庫爆発するから。やばい、冷蔵庫も緩衝材なかなか。どんな、冷蔵庫爆発？冷蔵庫爆発。でも確かに、冷蔵庫を見ると、爆発の恐れありと書かれていました。何か爆発する条件でもあるのですか？怖わ。頭の片隅に置いといて。置いとくわ。トイレしてる時とかも。もしかしたら冷蔵庫爆発するかもしれない。結構いいやつじゃなかったっけ、ビビンチにある冷蔵庫。いいやつだよ。200万の冷蔵庫使ってた。あ200万？それも爆発すんの？そう。何も信じねえんて。怖くなったでしょ今。怖くなった。ちょっと今冷蔵庫から少し離れて、家電の中で一番怖い対象物の。なんかペットとか飼ってないの？ペットは飼ってない。飼えねえだろこの感じが。飼いたいと思わない？めちゃめちゃね、飼いたいんだよ本当は。まあ、ただちゃんと世話できる自信がないとね。確かに。あれだ、殺しちゃうもんね。そうそうそう、命だし。で、飼ってんの？最近ね、引っ越ししてからタガメ飼い始めたんだよ。本当に？え、ガチガチガチ。タガメってなんだっけ？こいつか。
虫苦手じゃなかったっけ。苦手だけど飼ったらなんか変わるんじゃねえかなと思ってタガメ飼い始めた。すごいな。もう手のひらとかに乗せたりするの。そうそう、たまに散歩させてるんだけどさ毛とか生えてないからさ、気持ち悪い虫だから、ワンちゃん俺が殺しちまっても何も思わないじゃん。おうおう、可愛らしすぎると、そう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 、なんか離れていくときにちょっと悲しいし。そういうこと、そういうこと、分かってんね。タガメ飼ったら、ちょうどいいのかもね、確かに。タガメ、ごめん、でも俺今ねウィキペディアの下の方行ったら気持ち悪いのできて無理になっちゃった。俺今俺えぐいな、気持ち悪い。だから明日殺すわ俺最近さ、うん、エロアニメの声優になりたくてさもう嘘つくな。いやガチガチ、これガチよ。方向転換がすぎる。いや本当なんだよ本当に。隠れて練習してんの。練習してるっていうか声優学校通ってる。えガチ、なんかあるの、この作品に出たいみたいな。ないけど、どちゃくそエロいアニメに出たいいやでもマジで声いいと思うからいけると思う。これあえげるかないけるだろう。いける、うん、頑張ってあえぐわ。じゃあ抜いてね人の夢笑わないでくれる。ねえ、そうだよね、うん、応援してる。ちなみに、うん、ビッグニュース俺まだ言ってないよ。え、なに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 、この通話をするにあたった理由。え、どういうこと。全部ビッグニュースだったんだけど。プチニュース今までは。やば、え、俺どうしよう耳の心の準備がまだ何人かにしか話してないんだけどさ、うん、俺結婚した。え、はえ、ずっとお付き合いしてたってこと。おい笑うなって。ずっとお付き合いしてたの。そう、サウジアラビア人なんだけどさ違う、嘘じゃないよね。ガチ喋れんのサウジアラビア語。勉強してるお互い。たまにサウジアラビア語出てたよ。確かに、やばいなんかあったかもしれん。こんにちはとかってなんていうの、なんだっけ。いや勉強してんじゃない。何歳なの相手。相手ね、20。いや間違えた。間違え最近免許取ってさ、うん、トゥクトゥク乗ってるえ、日本の交通道路ってさ乗れんのトゥクトゥク。乗れるんだよね。行けんだ。トゥクトゥクでご飯行こうぜ。じゃあ行きたいなんか LINE 来た、母親から。びっくりした、高め変わるかなえ実はエルフだったんだっていや違うだろ絶対。確かに。何が確かになる。なんか耳尖ってるなと思った。耳尖っててちょっと緑色なんだよね。シュレック。ってことはさ、お前もエルフなんじゃね。俺エルフの血ついでる。羽とか生え始めんのかな。エルフって羽生えてんの。なんかね、たまに羽生えてたんだよね。わかんない。じゃあビビの父親が普通の人間で、母親がエルフで半エルフみたいな状態なのかもね今。もうエルフがこの世に実在するなら、もう他の伝説級のやついそうだけどな、ね、ちなみに全部嘘だよ。え、全部嘘。え、嘘すぎるえ、どこまでが嘘なのこれどこ。お前は青すぎるだろ。小指とか俺ガチ心配したんだからなお前